皆さんこんにちは、スルベイです。蒸気と暗闇の音イベントが開催されました。日にちにして2023年1月11日となります。まあ、このクエストはテクニカルクエストに該当するのでね、まあ、テクニカルをタップして蒸気と暗闇の音の画面を開くと、まあ、ご覧の通りステージ名というかな、まあ、お題が現れて、そのお題に沿ってクリアするというね、項目がまあ40種類出てきます、ね。そのクエストを遊ぶさなか、まあ、クリアすることで金貨と銀貨、ね、1日のノルマを達成すると銀貨がね、最大12枚手に入るようになっております。挑戦回数3回満たすことで銀貨は12枚、まあ、確実に手に入るようになっているので、そちらの方はお見逃しなく。そしてまあ集めた金貨と銀貨についてはね、交換所の方で取引することができます。まあ画面を開くと、ね、私は蒸気ポポイさんはね、一応アリーさんの方を取っているのでね、そちらの方で代用を聞かせられるかなということで見送っております、うん。まあ、カードもそれ相応に溜まってきたらね、どちらか片方で似たようなことをできるっていうのもあるんですよね。まあその部分についてはスルウェイアグリの2人はなんとかなってます。ゲイニッツさんはちょっとこれからね、まあ、アリーさんの方を多分手に入れることになるかなと思いますけど、カーバングルさん手に入れてからまあ、アリーさんの方も考えるかな、うん。まあ、登場順だったらアリーさん先なんだけど、こうなんかこう実用性といいますかね、スキルの、まあ、どちらかといったらね、私あまり多色でデッキ組むことはないのでですね、うん、単色でも多色でもこう幅広く、ね、使用できるスキルを持ってるね、蒸気カーバンクルさんの方をどうしてもね先に取っておきたくなるんです。まあそのうちスルベとアグリについては前回その蒸気カーバンクルさんを取ったので、まあ残すところまあ蒸気投資のポポイさんだけということになります。まあなのでリストに残ってるんですけどね、まあ、それよりも私はちょっと欲しいねカードっていうのがこちらのワイルドストーンの項目の中にもあるんですよね。一応紹介していきますとね、まあ、前回からの変化点としまして、蒸気都市の初代プヨシリーズがそれぞれ1枚ずつと、蒸気都市の魔導学校シリーズだね、でこちらが1枚ずつ、そして蒸気都市のスズランプラスアルファシリーズ、ね、こちらのスズランプラスアルファシリーズについてはね、プヨポイントショップの方にもね、未だ2万ポイントで売られていないのでね、結構レアなカードとしてまあ考えてた方がいいかなと思います。まあ話によるとね、ギルイベ経験者の人によると、もうそういうギルイベで大活躍するカードとも言われてますからね、うん。まあ、私個人的には蒸気都市のリンゴさんを狙ってるんですけれどね、まず第一候補か第二候補としてはまあ蒸気都市のリンゴさん、まあ、枚数もまあね、銀貨をまあ毎日集められればギリ届くかなというところですね。あとはまあ連鎖数かな、まあ、コスト面のところをしっかりと維持、コストを、うん、まあ最終的にねステージクリアするとね、総合的な評価っていう項目が、まあ、あるんですよね。そのコスト条件、例えば5万2000点をまあ、上回る得点を取った場合とかにね、金貨だかはちょっと覚えてないですけどね、そちらの方が発生するということもね期待できるんですよね。今回も、まあ、クリア回数の項目ももしかしたらあるかもしれません。その他もろもろ合わせたらね、銀貨80枚もね狙おうと思えば今の枚数でも多分狙えると思うんですね、まあ、そういったことからリンゴさんをまず第一候補か、もしくは第二候補として考えております。私はね、メガ泥棒さんのデッキ組むときにね、どうしてもサポートのところを覗くとね、赤枠だけ足りないんですよ。まあ、そのことがあってね、うん、まあ、あまりこう、ちょっとね、何々、どのカードを貸してっていうようなタイプでもないのでですね、うん、
自分でどうにかできる部分についてはどうにかしたいっていうのがあるので、まあメインなりサブなり星7にすることができたら、とりあえずはね、まあ、1回分はまあ他の人の手を煩わせることないわけですからな、まあそういったこともあって、一応自分でもどうにかしようというのはあります。そしてあと変化点としてはですね、こちらの、ね、銅像がね手に入るようになったということですかね、まあ、こちらも200何十枚だったか忘れてしまったんですけれどね、それに近い数を集めたら、あのワイルドさん60、その色に該当したワイルドさん61枚とね交換してもらうことができると、まあそういうアイテム、まあ、その中でも私はねコラボカードの内容としてはね、あの呪術廻戦の時の五条先生さんと、五条先さんとあのタイバニーコラボの時のあのタグの子いたじゃないですか、緑のカードでね、あのシェドさんの、ね、声優さんがまあ、ね、片方のキャラクター演じてるっていうカードがねあったんです。まあそのカードがね、どのキャラかちょっと私もよく把握してないですけどね、1枚ずつ持ってたんですよね。そのカードもちょっと気が遠くなるような感じなんですけれどね、星7を迎えるまでの期間を考えると相当ね長いと思うんですよ。でもこちらを狙うか、それともさっき話に挙げた蒸気都市のリンゴさん狙うかね、すごく悩んでる、まあ、気持ちとしてはねまだ条件満たしやすい、ね、リンゴさんの方に寄っているような感じですけれどね、少なくとも5分の2は、少なくとも今5分の2なので、あとね5分の3条件満たすことができればね、まあ、星7にさらに近づきやすいということで、どうしてもね近い方にね気持ち寄ってしまうんですよ、そういうの。まあその辺のことからね、まあ結構こういう、ま、迷ったりするときっていうのはねどっちかはっきりしたいなっていうのはあるんですけどね、一度迷い出すとなかなかこう決断力に欠ける私ですからね、まあ気持ちがそっちの方にね寄ってるっていうことは、まあそちら、まあ今本当に必要なのはそちらのカードなんだなっていうのだけは、まあ自分でもねなんとなくは把握してますのでね、まあ80枚銀貨をね集めることできたら、蒸気都市のリンゴさんのカードに使おうかなと思ってます。でちょっとねあと変化点としてね気になったことなんですけれど、あのワイルドさん50が値上がりしました。あの以前だったらね金貨1枚でね1回限りですけどね、金貨1枚で赤ワイルドさん50を1枚ずつ交換できる内容のものと、銀貨10枚でねそれぞれ交換できる内容のもの、あと、まあ、もう一枠あの金貨1枚と銀貨7枚を合わせてそれぞれ交換できる内容と3種類ねあったんですよ。でその時に私はだいたい銀貨10枚金貨1枚のものと銀貨10枚のものについてはね手を出してた、そのイベントが来るたびにね、まあ大体は手を出してます。銀貨はまあその蒸気カーバンクルーさんの時は、まあ、ちょっと必要だったからね、60枚とか40枚とか必要になるから、その間は我慢してね、まあ、そのカードを手に入れる方にね回したりしたんですけど、まあそれなんか狙うカードがない時とかは、まあ基本的にそういう銀貨も普通に使ってましたからね、まあ、その使用してた枠っていうのがねこのアイテム項目の中から取り外されてしまってね、今金貨3枚と銀貨9枚と値上がりしてしまったんです。まあこう値上がりしてしまうと、まあなんかあれなんですよね、まあここまで値上がりするとなんかこうワイルドさん50に使おうという気持ちがちょっと失せてしまうと言いますかね、まあおそらく違法と試練の塔でね、そのね、それぞれの階層でねワイルドさん50が手に入ったりね、とことのとの50階層で、ね、1枚ずつ手に入ったりっていうね、別の経路を確かにまあ考えればね手に入らないことはないんですけれどね、まあ、そちらで入手するっていうことを言いたかったのかもしれないです、ね、
ちょっと目的って言いますか、理由については私もちょっと 上さんの考えわからないのでですね、なんとも言えないんですけれど、まあね、一応気になった点としてお話を出しました、ね、金貨1枚、銀貨10枚、あと金貨2枚と銀貨7枚の項目がそれぞれ取り外されたということです。まあ、それ以外は特に変わり映えなかったですね。供養野菜の中にもこう石10枚っていうのも、まあ、2つ前ぐらいから消滅しましたしね。まあ、あの時期はね、石がそれだけ貴重だったっていうのもありましたけどね。それだけちょっとゲーム内の石が手に入りにくい時期っていうのが10ヶ月ぐらい続いたんですよ。去年の2月ぐらいから10月迎えるぐらいかな、手にプリコラボのちょっと手前ぐらいまでね、本当に石がね、クエストの中で全然手に入らない時期があって、まあ、その間だけなんかこう応急処置としてね、石ももらえてたんですよね。うん、金貨1枚で、金貨1枚でね、石1個交換できてた内容でね、最大10個交換っていう内容だったと思うんです。まあ、それがまあ取り外されて、まあ、今はもうね、割とクエストとかミッションとか、ね、眺めてたらね、割とその時に比べたら石も手に入りやすい部類になってるから、まあそういったことからね、まあ、消滅したんだと思いますけど、ね、でカーバングルさんとアリーさんは、まあ、スルベのキャラクターでは取っております。だからまあこちらの、ね、まあ、達成済みの方にね、まあ、収納されてるわけです。まあ、もしポポイさんの方もね、これ全部終わってたらここの項目に載ります、ね、真っ黒になってね、下の方に残ります。あと話してなかったですけどね、まあ今回、まあ、この金貨集めたね、今回集めた金貨と銀貨っていうのは普通に持ち越しできます。初めて遊ぶ方に伝えておきますけれど、普通に持ち越しすることができます。なのでね、なんかそのイベントが終わったら消失するみたいなことを考えると損しますから、無理に使わないということを忘れない。まあその証拠に、実際に私はまだ一つもステージをクリアしてない段階で金貨38枚と銀貨9枚があります。まあこれは前回までに集めた分ですもんね。あの蒸気カバンクルさんに使って、その後に残ったのがこれだった。まあ毎日、まあ、あのコインね、3回ね、まあ、3回ストーリーじゃないね、ステージをね、クリアして銀貨も12枚ずつ集めてっていうのも、まあ、やるようにしてね、まあ、それで銀貨もね、残り9枚になってたんだけど、多分ね、ワイルドさんが中に使ったんだと思う。カバンクルさん取った後にね。まあ、そういったことなのでね、まあ、一応残るってことは覚えててください。金貨も残るし、銀貨も残る。まあ、イベントとしてちょっとね、その効果を集めるっていう意味ではね、トレジャーイベントとかハンティングイベントを思い起こすと思うんですけれど、蒸気と暗闇の塔についてはね、残りますから、他のは残らない。そこのところはしっかりと押さえておいてください、ね、大切なことなので3回ぐらい言いましたけれど、うん、いやそれ知ってると知らないで、ね、全然違いますもん。大損しますからね、まあ、一応釘は刺しておこうっていうことです。さて、まあ大まかなね、イベントの流れについてはね、お話も通してきましたので、ね、ここで動画を一回区切りたいと思います。まあ、一番ね、残念だったのはね、私個人的にね、あのワイルドさん50を交換できなかった、ね、交換できるんですけれど、項目が3パターンぐらい減ってしまってたことですね。まあ、もしなんか狙うものなかったらね、ワイルドさん50に落ち着いてたと思うんです。そしてね、それ以外のはまあ次回に持ち越しとかやってたと思うんです。まあ、それができなかったからね。まあ、違法都市園についてもね、その時間がね、それだけできればね、そっちの方もしたいんですけれどね、本当終わったら。まあ、とことのとだのね、イベントとの帳尻合わせてね、時間取るのが難しくてですね、参加したくてもできないんです。なかなかね。しかも今3キャラですから。まあ、自分が選んだ道とはいえ、まあ、3キャラおりますしね、もう手つけられると見計らって動くしかない。まあそういったことです。ちょっとまた長引いてしまいましたけれど、
ね、ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。